金正淵金し部一は日本の元スピードスケート選手、朝鮮平安南道高生軍の出身、公立ピョンヤン高等普通学校時代から大同校でスケートを行っていた。1932年に明治大学小学部に進学、1934年と1935年の全日本スピードスケート選手権大会を連覇。 この当時は5 0 0ル、1 5 0 0ル、5 0 0 0ル、1万メートルの総合得点で順位を決定していた。1934年2月に王緑港で行われた1934年大会では、金は500立方メートルくらい、5 0 0 0ルと1 0 0 0ルで1位であった。1935年1月に日光で開かれた1935年大会では、5 0 0ルは、 石原正造らに敗れたものの残る3種目は全て1位となった。これらの結果に伺える通り、中長距離を得意とした。日本選手権での成績が評価され、1936年のガルミッシュ・パルテンキルヒエンオリンピック代表となった。しかし、外国選手との体力の差は違う。ともしがたく、1500メートルで15位、5000メートル21位、1万メートル13位という、 結果であった。明治大学時代の後半には、スケート部のキャプテンも務めた。1937年に、明治大学を卒業すると、朝鮮に戻って朝鮮総督府学部課に勤務する。戦後は韓国に在住し朝鮮戦争の時には、競技の全財産を北朝鮮側に没収され、その状態で韓国での再出発を余儀なくされたという。韓国では、 スケート関連団体の幹部を務め、1992年に死去した。ありがとうございます。